リストリュティ、リストヘイキリュティ、1889年2月3日から1956年10月25日は20世紀のフィンランドの政治家、弁護士、銀行家、フィンランド銀行総裁を務めるなど戦艦期のフィンランドで養殖を務め、1939年の冬戦争が勃発した翌日に首相、1940年12月に フィンランド第五大,大大統領に就任、継続戦争末期まで戦時政府を率いた。1944年の継続戦争終結に先立ちソ連と同盟国であったナチスドイツの双方外交的策略で欺くことによって結果的にフィンランドの対ソ連単独講和と国家の独立存続を実現させた。その策略の責任者として第二次世界大戦後、 戦争犯罪人として告発され、禁錮10年の判決を受けたが、間もなく釈放された。おめをうって、旧国を成し遂げた功労者として、フィンランド人に尊敬の念を持たれ、その死に際しては国葬を持って送られた。フィンランドで最も偉大な人物ランキングは、カール・グスタフ・エミル・マンネル・ヘームに続いて、第2位。サタクンタ・タケン。 ラウマで農場を営む父カール・レーベルト・リュティと母、ビベカ・ユンティラの両親のもと、7人の子供のうちの一人として生まれた。家業は農業だったものの、リュティ自身は子供の頃から本の虫であまり家業には親しまなかった。ポリの学校で初等教育を受けた後、1906年にヘルシンキ大学に入学し、法律を学ぶ。1909年に卒業後は、 首都ヘルシンキの政治的抑圧の雰囲気から逃れ、地元であるラウマで弁護士として働くようになる。そのうちフィンランドで最も裕福な人物の一人である、実業家のアルフレッド・コルデリンの弁護士となり、二人は親しい友人になっていく。働きながらも勉強を続け、1914年の春にオックスフォード大学に入学し、会場法を学ぼうとするが、 すぐに第一次世界大戦が勃発し、フィンランドに戻ることを余儀なくされた。1916年に、ゲルダ・パウラ・セルラチュースと結婚。夫婦は三人の子供、ヘンリク、1916から2002、ニーロ、1919、1997、エヴァ、1922 0 0球を授かった。第一次世界大戦の勃発後、フィンランドの独立が達成されるまでの間に、 コルデリンとリュティのビジネス上での関係は深まり、コルデリンは経営する数多くの企業の経営者として、リュティを招くのと思われていたが、1917年11月、リュティ夫妻は、ロシアのボルシェビキによって、コルデリンが殺害されるのを目撃することとなる。フィンランド内戦の期間中、リュティは、赤英軍の支配下にあったヘルシンキに家族と共に、隠れ住んでいた。その後、 ルティは1919 19年に国民進歩党の国会議員に選出された。この時ルティは30歳で国会議員としては2番目に若い議員であった。国民進歩党の候補者でルティが支持するカール・ロイ・ホストールベリがフィンランドの初代大統領に選出された。ルティは初はめ1919 19年から1924年の間、 次に1927年から1929年まで国会議員を務め法務委員会の委員長と財務委員会の委員長を歴任した。1924年から1927年までの間はヘルシンキ市議会の議員であった。リュティの主張する自由主義、民主主義、共和主義は人気があったため、リュティは内戦後のフィンランドにおいて数年間で 政治的成功を成した。さらに、リュティが経済政策の専門家であり、党派政治を拒否した祖国の公平な奉仕者と国民に考えられたので、リュティの自由主義を思行する進歩国民党が、零細政党になった後でさえ、リュティ個人の政治的成功は続いた。1921年に32歳のリュティは、ユホベンノラ内閣の財務大臣に任命された。 リュティは1924年までに土財省に留任され、1923年にカール・ロイ・ホストールベリ大統領は、リュティをフィンランド銀行の総裁に任命した。リュティが1924年1月に財省を辞任した後、リュティはフィンランド銀行の総裁職を1939年に首相になるまで選任した。 リュティはその議会での活動の初期において政府予算を秩序だったものにすることに成功した。リュティは赤英軍に所属していた囚人の恩赦を拒否した。デュティの見解では赤英軍は犯罪者であった。リュティはフィンランド内戦の社会的背景を考慮することを拒否した。1925年にリュティは36歳で大統領選挙の候補者に指名された。 大統領選挙の第二次投票では、リュティが最も多くの支持を得た。しかし、第三次投票では、スウェーデン人民党の票が、ラウリ、クリスティアン・レランデルに流れ、レランデルの172票に対して109票で、リュティは敗れた。リュティの支持者は、毎年増加していたが、大統領選挙には十分ではなかった。年代のティは、日常の政治からは身を引いたものの、 経済政策には影響を及ぼした。ルュピは古典的自由主義経済学の支持者であった。ルュピはフィンランドマルッカの価値を金本位制により保障することを目標にした。多くの他ののヨーロッパ諸国とは異なり、フィンランドはルュピの指導下でデフル解決策を採用しなかった。1926年にフィンランドの通貨は金マルッカに移行した。しかし、 1929年の大恐慌の後、フィンランドは、イギリスの例の後に、金本位制を放棄せざるを得なかった。1920年代には、スカンジナビアの銀行業界と、国際的な接触を行った。そして、イギリスとアメリカで、ウォール・ストリート・ジャーナルは、リュティの成功を認めた。百三十四年に、デュティは、イギリスとフィンランドの関係に貢献したとして、 ロイヤルビクトリア勲章の騎士司令官賞を授与された。デュティは類似した経済政策、例えば大強行までの金本位性に対する信頼と優れた英語力によってイングランド銀行の指導者と良好な関係が築かれていた点に注意しなければならない。実際、デュティが経済政策や財政政策をイギリスと協議したかった時、デュティはイングランド銀行の指導者に 定期的に電話をかけることができた。ルュティは経済問題と金融政策に対処する委員会の委員として国際連盟の活動に参加した。1930年代の政策においてルュティは重要人物であった。ルュティの社会政策は二つの方針を持っていた。ルュティは失業者や貧困層を支援するための雇用対策への支出に反対した。一方でルティは 強い経済力による利益が平等に全国民に行き渡らなければならないと考えていた。ルティは1930年代後半の社会福祉を構築することにおいても重要な役割を果たした。一般的にルティは商業や工業に対する政府による干渉には反対していた。ルティは社会主義経済学、特にソビエト型社会主義経済に反対であった。さらにルティは ナチスドイツの国家社会主義にも右翼の過激主義も認めなかった。デュティ個人としてもフィンランドのロシア化の時代とフィンランド内戦を経験していたため反ソビエト上を持っていた。デュティは1920年代末期から1930年代初頭にかけてフィンランドで勃興した反共、ファシズム運動であるラプア運動にも反対した。デュティは イギリスの文化文明とアメリカの自由経済の信仰者であった。1939年11月30日、ソ連軍が侵攻して冬戦争が始まった日、連立与党を構成していた社会民主党のイのタネルから退陣を要求されて、愛もかやんでいる政権は12月1日に総辞職した。タネルは自ら外省に着くとともに、 フィンランド銀行総裁のルティに首相就任を要請して、ルティはこれを受け入れた。冬戦争は1940年3月にモスクワ講和条約により終結したものの、これはフィンランドにとって非常に不利な内容であり、ソ連との緊張関係は継続していた。そのため、1940年8月、ルティはドイツと密約を結び、領土内にドイツ軍の駐留を認めた。 1941年6月22日にドイツがバルバロッサ作戦を発動して独ソ戦を開戦すると当初は中立を表明したがフィンランド領内からソ連を攻撃したドイツ軍に対しソ連がフィンランドの空爆を行ったため6月26日にはソ連に対して戦線布告し継続戦争第二次ソカオル戦争の幕が開いたこの開戦宣言は 実質的な同盟国であるナチスドイツの参戦要請に応えたわけではないことを強調したものだったが、同年12月にイギリスはフィンランドに宣戦線復刻した。フィンランド軍はすぐに冬戦争で失った給料を回復したが、1943年にドイツ軍がスターリングラードの戦いで敗北し、1944年6月にはソ連の再構成が開始されると、 有効な対戦者兵器を欠くフィンランド軍は大変な苦戦を強いられ、フィンランドは気球存亡の秋を迎えた。リュピは指針という形で大祖戦の継続をヒトラーに約束し、ドイツからの軍事援助を成立させた後に辞職した。リュピは自らが辞職する前に、当時の軍最高司令官であったマンネルヘーム、大祖戦継続の約束は全てフィンランドの 大統領としてではなくリストリュキという一個人の名前で署名したこと、それによって、新ロセ線は、リュキ個人の方針。だから責任は、リュキ個人にあると、自分一人に戦争責任を転嫁できることを、マンネルヘイムに伝え、マンネルヘイムにすべてを託して、大統領の座を譲った。そして、マンネルヘイム新政権は、リュキのプラン通り、新読路線は、 ティ個人の方針。だから責任はティ個人にあると戦争責任をティに転化した形を取った。戦後、ティは戦時中ナチスに加担したとして戦争犯罪人として訴追され、1946年に禁錮10年の判決を受けた。しかし健康を害して1949年に釈放され、以後は政界に復帰することなく陰遁生活を送り、 1956年に死去した。その死にはソ連の猛烈な反対にもかかわらず国葬が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。